はい、ということで皆さんお疲れ様です。えー、今日もここ広島県秋田方市からですね、ハッピーチンゲンサイチャンネル元気よく始めてまいりますけども、今日はね、ちょっとビニールハウスの中からのスタートでございますけども、ちょっと見てください、これ、どうですか。チンゲンサイ、これ、苗を定食して、今2週間ぐらいの状態なんですけども、ぱっと見、えらい差がありますよね、バラバラと言いますか、ね、本来は、あの、 奥のちょっと濃いあの辺ね、えー、あの辺ぐらいのがザーッと揃っていないといけないんですけどももうバラバラで全然一番奥の方なんか植えた段階からほとんど成長してないのもありますねはいこれはなんでこんなことになっとるかと言いますとですねえー、まあ 土の中に猫ブセンチュウという、まあセンチュウって、まあ虫というよりも、菌、まあ菌ではないんですけども、まあ小さい肉眼では見えないようなセンチュウっていうのがいるわけですが、そいつがね、悪さして根っこに、 こうちょっとこれ小さすぎて分かりにくいかもしれませんけどもここなんかそうなんですよねこの親指のちょっとピントが合わんかまあとにかく根っこにこぶができて要は土の。 肥料分とか水分を吸い上げることができなくて、まあ、成長できないという状態になるわけですけども例年ですと、まあ、7月中旬ぐらいからうーん9月の頭ぐらいまででだいたい収まるんですけどもでしかもここはあの土壌消毒したとこなんですけども。 今年はね、ちょっと残暑も厳しくて、いつまでたってもこの線虫が悪さをして、なかなか夏の収穫量が上がりません。ちゅうことでね、えー、なかなか夏はうまくいきませんね。もう暑さの限界なんだと思います。植物も人間もね。えー、いうことで、はい、そんなこんなでね、まあ、秋田方市議会の9月定例会も、 終わりましてお疲れ様でしたというところですけどもえそうですねまあ藤本市長の所信表明から始まりそして補正予算ねえー芸備線高達駅の切符売り場のこととふるさと応援事業かえこれのまあ補助金復活という補正予算ということでね まあそこから始まって、えー、まあもろもろありまして一般質問ね一般質問も、えー、山本和弘議員から始まり山本勝議員で終わるというね、えー、山本山本両山本議員でまあ内容は過去の動画で喋っとるっちゃまあゃっとるんですけどもまあ特定のところしか喋ってないですけどもまあざっくりそうですね まあやっぱり、政治会の議員の方々は、昔ながらのね、えー、財政状況を考えないでの要望、要望と、とにかく要望ということにがほとんどだったと思いますね、政治会議員の一般質問は。で 最後の山本勝議員におかれましてはえっ、ー、と八千代美術館かねえであれも結局なんか12月の定例会で指定管理の予算をつけるみたいな話になってましたけども、うん、でその他にもねいろいろ要望しよっちゃったですね花火大会そして婚活事業 まあそんな要望の嵐でしたとにかくねでそんな中ですねちょっとやっぱり気になったのが市長と政治家との関係といいますかまあそこらは田辺君が突っ込んでね、えー、聞いてくれたんですけどもまああのというのがですねこの山本勝議員の時もそうじゃったんですけどもまあ最初の方の要望要 <laughs> 質問要望まあまあ要望か。 まままああああででも質質問だっけ質問でね八千代美術館のところででまあ結局指定管理の予算をつけるみたいなことの答弁があってその後どん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 花火やらないあの婚活やら山本勝議員が要望してで、えー、市長がね まあ、今,日今日のところはこれでご勘弁願いましてみたいな答弁するわけですよ。ご勘弁願いまして言うて <laughs> 市長にしてみりゃもう指定管理のところで予算つける言うたんじゃけもう他のことはそれで勘弁してくださいやいう感じなんですよねおそらく。だけどその程度のことなんですよ、ね。だけなめられとんですよ市長。ねえ。 いいいうううことと聞いてくれれるるででうふうに思われとるんですよそこは早く気づいてくれんかなという気もしますけどもねあの例えば大下議長の議事進行においても市長答弁できますか、まあ、できますかいうのもまあおかしいですけどもしまいには答弁できる言うてタメ口になってましたからね <laughs> 答弁できる言うてどっち目線の何目線やいうどういうパワーバランスやいうことなんですよ。 結局ね政治界側から市長をなめられて栄誉に使われよるんですよほんまねそれ向いてはいはい言って何でも言うことを聞けたらつまらんですよいうことですよほんままあそういうことがねほんまいろいろと浮き彫りになった今回の定例会じゃなかったかなというふうに思いますまあそんな感じですかねはいでまあ最後の最後に本会議で、まあ、結局 やっぱり結局というかまあやっぱりというか令和5年度の決算は不認定ということで、えー、終了ということでございましたああそうかそう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 認定こども園の話も出とったねあれ誰の質問の時だったっけああ民誘致がどうのこうのいう話もありましたよねああそうかそうかあまあ金をかけりゃ ね、何でもできるいうことですけどももうこれどうにもならんのですかねちょっとまあその辺も田辺くんにね詳しく話を聞いてみようと思いますなんかまあ田辺くんも腰痛がひどいみたいであのぎくり腰やっとるみたいで定例会終了後あれからはまだ会ってないんですけども昨日なんか夕方僕はもうおらんうちに。 あの箱罠うちに置いとるね罠に餌を新しい餌を前いてってくれとったみたいで、えー、様子を見に来てくれとったみたいなんでね、えー、また近々田辺くんと話をしてまあ動画も撮らにはいけんですしね姿勢クラブをぶった切る動画もやらにゃいねいけませんし、えー、今後もいろいろとやっていこうと思います。ということで、えー、今日はこんな感じで終わっときたいと思います。それでは皆さんまた明日 ハッピーチゲーサ選挙に向けて忙しゅうなるで。